すいません。はい、お客さん、どこ行くの？東京まで。東京まで。一人。10万。はい。綺麗が。ここなんか有名やないな。いや、おいしたの、早めに。名前は、もう行ってみるか。綺麗が。なんか有名や、ないで有名やったか、そら。この時は線路が走っとったんだ。線路があった。線路があったけ。あったよ。今そこを橋を渡った。ああ、上を渡ったわけな。うん。ないで有名やったろ、ここ。岩手県だけやったよ。ああ、早めに知ったぞ。全然知らん。横川駅は有名だからな。あ、向かいの駅。両来。向かいの、え、ここや。ほら。カレー川やなよ。カレー川近いよな。カレー川。カレー川。駅。大型バス駐車場ってなってる。から歩いていかないかだろか。駅舎まで150メートルやと。ここはね、大型バスが止まっとこ1キロだと。で、コーン。こう看板で作っとってことは何か有名やわけやろうかな、まあ、観光バス駐車場を見て貸し切り、はい皆さん観光バス駐車場今ゴールデンウィーク真っ最中車空っぽ貸し切り、わーぜーなこれな、観光バス駐車場で観光バスが一台もいないというこのゴールデンウィークに現実と観光バスは来るような場所だったり名前はね聞いた方がいい、ないで有名なとこだからもう貸し切りど真ん中に止めんなら観光バス駐車場にドラインドラでおらんで駅舎まで150メートル近いとやってよ、もうないで有名やとこだからけよ、あ線路があら線路があらこら竹馬よ、あじゃったね竹馬持ってくれよかった汽車は走っとったろな、うん、線路は光ってるやん、もういた、食いまで行かなったろか、行かなったちゅうか、ここは観光バスが止まえばっかりで歩いてみんな行ったろな、まあ、観光バスで来たしらに物ずっじゃないななんでよ、観光バスで来てよ、おやね、おやもがよ、観光客おいしゃ、まあまさ竹馬でちりがしまわたえばかもう、あいや、まあ、ものずっちゃえらいわいろが一般ものずっちゃえらいわち見てるしおもかしれんどんもうこんあぜか食いまんうかとこいち食いますんなかったな、もうあっちこっちね石が木がしえん、こいやこれじゃらせんか民家のおっちゃるよな、え、こけこわこじゃねえき墓やらんと、あ、墓かあ、駅にホームの腹、屋根ホームだよ、な、墓やで墓け、あ、墓いらなるよな、うん、これじゃ、ほら、駅じゃ、あ、なんか観光の人がいる、説明はカレー川駅舎、川は中だよこれでね国登録有形文化財、有形文化財、うん、明治36年国分源隼人から吉松間の鉄道が開通した時に建てられました、ほわーた明治36年の建物かそのままちことね、だから横川駅もやらやからな、横川駅はなかったっす、鉄砲玉がよ、橋田をぶち抜いた跡があってはら、ほう旧鹿児島温泉の明治期の、明治に建てられてそのまま残っちゃって有名地区じゃ、お、こうこうこう、あれかじゃあ、おげん家の方が振り合いな、なあ、たぶん、ねえ、いや、こんまや、いや、あ、これまあ、あ、江戸時代やっちゃうもんだ、あんた、ボロやっちゃうと、あんた働かちゃうもんなあ、最初に、ね、40、50年もやっとるやん、あんた100年経っちゃうもん、うん、こうなんね、明治36年ちゅうちゃ1903年、今2021な、110何年前ちゅうか、お、計算ができたな細かいので
こいちょっとコピー取っておげもはろかやねガラッとあろかほらこれやっぱり番号が振っちゃったよこれ番号はおげも登録せくれちゅうみろかやねおげもはらふりどっち言ってわけどっちカズラがめっちゃちょったどっち家におったらか人が駅員さんがもうなんだろうな僕らんあっでやろ、うんうん、あ事務所がすいませんはいお客さんどこ行くの東京まで東京まで一人10万はい東京に何しに行くのお兄ちゃんえいやもうイブスまでなはえ行かないよこの汽車指宿まではな鹿児島まず鹿児島西駅まで西駅まで近いからあ西駅って今中だったっけ鹿児島駅 か鹿児島中央駅まで1枚近いからね一人旅ですかはいえどうしたの一人です一人であんまり俺のステカンドいうさ見苦しいねはいあ10年20年前にうん33年が令和元年じゃって、うんうん、じゃあ中古じゃもう、22歳とか13、14年の今プラス3、17年か、うん、17年前で100年やって117年ああドンピシャじゃないか先ほどが暗算したああさすがやなある見てこれは117年経ってるなっていうとこ今だけこれまた来たぞなんとなく思うもう補修はしとくな補修はしとくと、まあ察しやな、補修ガラージやな、こうだな向かいのこの鍵は懐かしいな、はいはい、縁側こいやおったねえこいだったやなほら、ネジになってるとなうわ、あ、どこだおお。これであったとかい、部品が今でもう来たあれかな、なんか変に売ってらへんのか量販店に行きゃ、うん、おいほら、鍵かなしかも、リュウさん、うん、考えてこの鍵で防犯になっちゃうのこれなんかを切ってたら大変なんだよなんで防犯にはならんじゃん防犯じゃなかったらこんたこの窓自体が全然防犯性がねえもんね昔はこう全部こうやってたよな、縁側よここは、あいもなかあ、まだこんなかあ、あけあ、まだこんなかやな台風の時は大変やろうったちけけ食ったやかもじゃあかもにコンパネかなかうん、やっぱ汽車が来ればよかったなこんまい山川のこんな汽車が来ちゃったやろか通っちゃった行けやろか何時やろか次やまずいなここばっかやったのなこうするよもう隣もな、あ中津こってやろうかいやでも走っちゃうだろお、来た来た来たあ、来た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 が引っ掛けよってよかったろうかちょうどタイミングだったねあの一般橋上どんかった白線もなの、はい、はいはい、白線から出ないでくださいキルやなうん1両やらせんやか、買った1両1両やと、ゆうさん1両や入れんじゃん、1両や普通やおう汽車やないここハヤトまでつかうわこういうのってハヤト聞いてるさんが軽トラでつくやうんいやタイミングが良かったなうん汽車が何時間おきに食ったいかよ駅は見れたちよあんま汽車が入ってくる瞬間に立ち会えたっていうのはすごいね一気次が期待してるな一日何もかしか走っちゃうのはずだぞなこれどこ着いたのかああ吉松隼人って書いてあったなんかね、うん、
そうこうも行ったよ来たやろか。じゃあいかんもの早田でまだこう乗り換えたろか。中央駅とか宮崎とか熊本ずいぶんでいかんだろ。いかんだろうな。一両編成で中央駅ずいき屋さんの行きらんじゃもう早田駅でもなら中央駅から北市が乗り換えて食ったろこっちは。おいしたん吉松線。あ、吉松線かここは。したん吉松線とか言われないかな。へえ。いやよかったなぁ。いや、汽車もじゃってさっき株見たって。汽車ってディーゼルかよ、ディーゼルか。いや、汽車やろ。そんた、汽車はあれだろ、あのシュッシュポッポ、シュッシュポッポは汽車だよ。ここは機関車。くんた、ディーゼル機関車やろ。ディーゼルか。ディーゼル機関車。ちょっとそれも面白いんだけどね。今の会はもう最高に面白かったね、龍さんね。あ、土日祝日だけの販売だって。大学公演やって、ほら生姜3円。あ、袋弁当は袋。あ、袋か。じゃあ、じゃあのな弁当が5円かと思ったらびっくりした